キャッチクエスチョンズアカデミー第24回、まずは私の自己紹介です。こちらのウェブサイトでアプリを作ってます。デザインはちょっと素人レベルなんですけど、マニアックな動きするアプリいっぱいありますんで、ちょっと、ご参考に見ていただければと思います。またこちら世界ではそこそこ売れてます。それからツイッターもやっております。昔のツイートちょっと恥ずかしいものもあるんですけど、ただ最近はプログラミング関連に関してツイートしてますんで、こちらもぜひよろしくお願いいたします。では早速今回は、簡単なアニメーションをiPhone アプリで自作するということで、見ていきたいと思います。で写真の導入方法とかは前回の23回の方ですね、そちらでちょっと復習してください。でこちらではそこからちょっと応用して、静止画をこう複数枚使ってパラパラを作るようなパラパラの動画ですね、作るようなものをやっていきたいと思います。で早速その前に、文字を、動かす方法を、お伝えしたいと思います。で文字は結構すでに用意されているようなものをちょっと使って、こんな感じで早速コンテンツビューの中に、V スタック配置して、それで文字ですね、ボタンを押すと文字がこう横にスライドするようなそういったものを今ちょっと作ってみました。で左側のシミュレーターのこのボタンを押すと横移動というこのボタンですね、これを押すと、ここの中が走ってこういうふうにこう文字が横からこうスライドして、入ってくるような、そういったものをちょっと実装しました。で、if 文でトグルで true false を切り替えて、でこのテキストですね、これが、入るんですね。で実は文字以外にもこういった絵文字ですね、絵文字も、実は使えるんですね。ただ絵文字結構実際に一般公開するようなアプリ作る場合はApple 側からリジェクト食らいやすいものなんで、ちょっと気をつけてください。この絵文字っていうのはApple の所有物みたいなんで、こういうのをアプリにこう使ったりすると結構リジェクトの対象になるんで気をつけてください。では早速なんですけど、この、Mac の方に、写真は180番から187番の写真、が入っている、この JPEG の写真ですね。こうトランプの写真なんですけど、これが回転するようなもののパラパラになってるんですけど、これを、X カセットのところに、入れまして、で、これを、使って、パラパラ漫画できるかちょっと見てみたいと思います。で写真をまず180番の、写真ですね、それを、取り出せるかちょっと見てみましょうか。この、ドット値でトランジションっていうのが横移動させるようなものなんですけど、それで、これが、ちゃんと、取り出す、動くのかっていうのをちょっと今シミュレーターで見てみたいと思います。で左側のシミュレーターちょっとご注目ください。はい、今入れた写真がちゃんと、横からこう出てきますね。はい、では早速、表題 の、 複数枚の写真を使って、見ていきたいと思います。ここに、ある複数枚の写真を、使うことをちょっと今やってみたいと思います。でここの新しいちょっと構造体をちょっと作ってみたいと思います。で早速は私の方であらかじめ書かせていただいたものからちょっとコピペして下の方に、こう貼り付けて、させていただきたいと思います。で、ここに、今貼り付けたところなんですけど、ここを使って、いわゆるパラパラ漫画ですねちょっと、実装してみます。でこの中をちょっと説明させていただきますと、このイメージスっていうような形ですね、この配列に複数 の、 写真を、入れた UI イメージを入れたようなものですね、これを使って、この構造体の中の機能で、パラパラ漫画を、作動させます。でこの中にある、ものですね、これが、プロトコル参照してるんですけど、プロトコルを参照する際にこう必須なものが、あります。で、例えば、
この、ファンクションで返すものが UI ビューじゃなくちゃいけないだとか、あとアップデートビューといったものがファンクションにつけなければいけないとか、いろいろあるんですけど、またこのアニメーションの、何秒間隔でパラパラ漫画作動させるかとか、まあ、そういった細かい設定が、この中にこう記載されてます。これ後でちょっと動かしながらちょっとどんな機能働くかっていうのを見ていきたいと思います。今コンテンツビューの中も、コメントアウトしてこの、スタートアニメーションっていった構造体ですね、呼ぶようにしてます。はい。で、これで早速、ビルドしてみて、どういう風に動くのかちょっと見ていきたいと思います。はい、左側ちょっと注目してください。シミュレーター起動しまして、はい、こんな感じでパラパラ漫画の複数枚の動画が、まあ、指定の秒間隔で、まあ、表示されるような動きになってますね。でちょっとずつ回転させるような静止画なんですけど、これを、0.8 秒ごとですね、出すことによってパラパラ漫画が、完成しました。今 0.8 のところを 2.0 にすると2秒間隔で、静止画が入れ替わるようになるんですけど、そうすると回転の速度ですね、これがちょっとゆっくりめになりますよね。まあ、こんな感じで速度とかそういったものも調整できるようになります。それから、この中ですね。で、ここなんですけど、CG レクトとかを使っているのは、写真の位置ですね。ビューの中の位置とかを、指定します。で、UI イメージの土台になる UI ビューっていうのも、ちょっと必要なんで、ここは、プロトコール、この構造体で指定しているプロトコールで、必要なんですよ。UI ビューも指定しなきゃいけないっていうようなところがあるんで。はい。でここはちょっとこの設定のお決まり事だとして覚えておいてもらえたらと思います。で写真の大きさとか変えるときなんですけど、この UI ビューっていうのは実は写真そのものをの大きさをちょっと変えてるものではないんですよね。まあなので写真の大きさここを変えてもちょっと大きさ変わることはないんですけど、まあ言ってみれば UI ビューっていうのはまあ、写真を格納するためのウィンドウみたいなそういうような存在なんですよね。なので、まあ、ここの大きさを変えるんではなくて、こっちのイメージの方ですね、こっちのウィディスとヘイト横と縦の、大きさここを変えることによって写真の大きさをちょっと変えることができるんで、今ちっちゃくなりましたね左側に。で、まあ、こういった写真 の, 位置だとか大きさとかそういったものをちょっと変える場合はこの CG レクトっていう箇所ですね、まあ、Google などで CG レクトってどの箇所がどういう働きを持っているのかだとかそういったものが詳しく書いてあるサイトとか結構あるんで、そちらとかご参考いただければより理解深まるかと思いますので、本動画にちょっと細かい説明をちょっと割愛させていただきます。で X とか Y とか の起点とか変えるとビューの中での位置とかも変えることができます。以上で本動画の、説明を終わります。ソースコードなどは YouTube のコメント欄に、記載しますので、適宜お時間のある時などチャンネル登録とかして復習していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。